しくお願いします。アンミカです。よろしくお願いします。ちゃんとコンプレックスも分かってて抱きしめる自分もいるんだけど、だからこそ不完全やからこそ自分じゃないものを持ってる人見たら素敵だなと思うし、それを口に出すことで嫉妬にならないのよ。でもどっちにしてもコンプレックスたくさん持ってる人はポジティブになる才能があります。人の痛みに寄り添えるし、暗闇を知ってるからこう光のありがたみも分かるし、もうそういう意味でポジティブになる才能があるから、みんな悲しみとか悩みがある人ほど絶対に伸びしろがある。あとあの、うん、笑顔でいることも大事やね、うん、私が笑うから周りもつられて笑うようになって、はい、それを私も見るから笑顔になって、笑顔って巡るやんか。これが笑顔の観覧車やんか。なあ、ぐるぐる回って。 B サイドトーク、 B サイドトーク。こんにちは、小原ブラスです。山崎亜美です。アーティストやクリエイターを心と体の両面からサポートするため、ソニーミュージックが立ち上げたプロジェクト B サイドのポッドキャスト番組 B サイドトーク。この番組では心の健康をケアするためのヒントになるテーマを毎回ピックアップしてお送りしていきます。自分には関係ないではなくて、自分にも起こるかもしれない、起きているかもしれない自分事として、みんなで一緒に考えていきましょう。はい、では早速今回のゲストをお迎えしたいと思います。1993年にモデルとしてパリコレに出演。その後テレビ、ラジオなどさまざまなメディアで常にポジティブなメッセージを発信し続け、誰からも愛される圧倒的なハッピー感でモデル、タレントとして多方面で活躍されています。アンミカさんです。はい、よろしくお願いします。アンミカです。嬉しい、お願いします。来てくれて嬉しい。私も嬉しい。ブラス君久しぶり。ねえ、お久しぶりでございますよ。白って200色あんねんけど、黒は300色あるって言っとった。それであのインターネットで調べたら、こう質問をするサイトがあるやんか、はい、あれにアンミカさんが白って200色あるって言ってたのは本当なんですかって書かれてて、うん、アンミカさんが言うから本当ですって答えも書かれとって説得力がすごいですね。そう、説得力と、もうやっぱポジティブな、そのね、結局おしぼりを褒めるっていうのも、うん、あの白って200色あんねんでっていうところから入ったから、はい、何事も褒め上手でいらっしゃいますもんね。本当ありがとうございます。もう幼少期はネガティブだったから、だから物事のいい方面を見て、こう自分でこうポジティブな才能を磨いていくみたいな環境にあったんで、本当に白は200色は自分でもいつも考えてる考え方でポンって言ったことだったんで、それが気ついたらバズってたからびっくりしました。いや、だからなんかさ、ちょっとね、せっかくやしさ、うん、なんか褒めてほしくない？ちょっと。あ、そうですね。なんかアーミンは初めましてですか？うん、私初めまして。初めましてです、ね。なんかパッと見でいいんで褒めれるとこあります？まず圧倒的なこの高身長、スタイルの良さ、肌のツヤ感。早い。私びっくりしたのが白目綺麗。ありがとうございます。そっか。もうお顔可愛い、スタイルいいのは当たり前なんだけど、すごく透明感が見えるのが、もう年重ねると目黄色くなってくるのよ。まあ、肝臓の疲れとかね、白目が子供のように白くって、すごい澄んでるから引き込まれちゃった、入った時に。あかんで、もう調子乗ったあかんで今。すっごい、もうだんだん胸を張ってきて今。横暴な態度になっちゃうかも。いや、その透明感に本当圧倒されました。ありがとうございます。初めて言われました。こんだけ人を褒めるのってめちゃくちゃ才能やんか。ね、まあ、語彙力もそうやねんけど、うん、やっぱ人を見る力みたいなものもあるから、うん、やっぱ普段から培ってないとできないものではあると思うんやけど、うん、でもそれをされてさ、はい、もうなんかどんなことがあってもさ、アンミカさん嫌いとかってならへんやんか。ならない、絶対ならない。いい人なんだってなって、それでもうどんどんアンミカさん噂がどんどん広まっていって、うん、でそれがやっぱり結局アンミカさんって今めちゃくちゃ出まくってるけど、はい、結局なんかそこやと思うのよな、うん、周りの人がみんな知ってるアンミカさんの人をこう気分を上げてくれる良さみたいな、はい、ものをみんなが知ってて、それが噂で今のこのアンミカさんのポジションってできてきたと思うから、これな、芸能界にめっちゃ大事なことやと思ってんね。人を褒める能力って、我々裏でもええから、どこかで今日はここやな、ここがええとこやな、ここがええとこやなって、だからどうしたらなれるかな。どこ、なんかコツとかあるんですか？コツはですね、せやね、私意外と押し付けがましく見えんねんけど、
パッと見てこの人シャイで人前で褒められたら萎縮しちゃうし、うん、注目集めたくないなって人にはあまりしてないの。うわーそうなんや。パッて追った時にそれがたまたま二人きりやったり楽屋行った時にもう向こうのマネージャーさんとかに囲まれて安心する環境の時は、うん、ほんまパッと見ていやこの子顔ちっちゃい思ったらいや顔半分ぐらいなんて手でつかめんなとか言いながらつかまへんけどつかまへんけど、でなんかちょっと人笑いやってじゃあよろしくねっていう感じで、うん、和み初めやった時の緊張感を解く和みとしてお声掛けはご挨拶がてらするけど、その時も本当に思ったことしか私言わへんから、うん、実は愛想はいいけど、うん、媚びは売りたくないね。なるほど。愛想はしてええやんか、はいはい、でも媚びへつらうの嫌い。あなんかお世辞だと分かる感じするけど今、うん、本当なんだろうなって分かんないけど、目のね白目が白いなんてさ、はい、発想がなかったやんか。なかった。でしかも嘘じゃないのがやっぱいろいろ多分ね黄色い人も見てきたっていうことだと思うんですよ。うん、そうだからそこを言われるとすごい説得力あるよな、はい、ね、いやこれはコンプレックスもあるね、うん、ちゃんと自分もコンプレックスを持っていて、うん、そこと向き合って自分のことも愛してよく自分って自分を分けるって書くから、はい、自分と別れた自分がこう自分を冷静に見てちっちゃい時に傷ついたインナーチャイルドって自分の体の中におる子供時代の自分、はい、それ引きずってるとやっぱりコンプレックスが石になって固まったり固くなになってこう柔軟に物事を捉えられず褒められてもどうせ私なんかあの人きっとそんなつもりじゃないって固くなになっちゃったりするとこう降り注いでる人からの愛情を受け取れなくなるんだよね握り拳してると。で自分っていうのは別れた自分がそれを見てそんな固くなならんでえか大丈夫大丈夫ってハグしてあげるイメージで自分のコンプレックスの歪んだところをちょっともみほぐしてあげたり抱きしめてあげたりしてちょうどええ塩梅に持っていくことができるとこうバランスのいい大人になれる。でこの作業私はちっちゃい時顔の大けがで兄弟、5人年子でみんなスタイルがいい中でこう比べられてで顔の大けがで笑うとあの子顔怖い気持ち悪いって言われてしまって人前で笑ったらあかんねやっていうすごい壮絶なコンプレックス時代を経て親が真剣に向き合って花嫁さんっていう人生で輝かしい時期に綺麗をアドバイスする、まあ、職業に就いたお母さんに毎日帰ってきて大人になったら本当の美人は一緒にいて心地いい人であって目肌ナッチが整ってる人だけが美人じゃないよっていう風にずっと教わるようになって自信がついたから今も自分もちゃんとコンプレックスも分かってて抱きしめる自分もいるんだけどだからこそ不完全やからこそ自分じゃないものを持ってる人見たら素敵だなと思うしそれを口に出すことで嫉妬にならないのよ。じっと見てると壁際から、はい、家政婦は見ていた系でじっと見てると下から上までこっそり見るとそれが妬みになったりやきもちになったりするんだけどポンと口に出して素敵綺麗ってなんとかっていやヤングとか言っちゃうとなんかそれって認めたことになって相手もそんなことないですあんさんもって褒め返してくれて見返りは期待してへんねんけどほんだらこう褒め合うエネルギーで一日スタートするから認め合えて気持ちいいのよ。そっか確かにね、うん、その嫉妬してるしまっている相手をまさにその嫉妬しているポイントを褒めようっていう気持ちってなかなか湧き起こらへんねんけど、うん、それ踏み出して褒めることによって自分と向き合うことにもなるよな、うん、自分がこれ褒めたからこの人のここは認めてる、うん、やっぱここは認めんとあかんっていう風な思いにもなるから、うんうん、自分に嘘つかへんっていうのも一つ大事なんかもな。そうですね、いやそのコンプレックスがプラスになるっていうのを初めて聞きました、ね、私実は講演会させていただくときにちょうどこのアンミカ流ポジティブ脳の作り方という著書をね、うん、私出版させていただいてるんですけど、はい、あのポジティブ脳を作るための講演会ってもよくさせていただくんです、はい、でちょっとコロナ禍の間は大変やったんですけど、うん、開けて元に戻った講演会では隣同士の方結構一人で来てる方とかも多くて、うん、友達と来てても逆サイドの方とできるだけ初対面の方と横同士でお友達になって、うん、今から5分間コミュニケーション取ってくださいっていうの、緊張するな急に なったらだけど3つずつそこで自己紹介してお互いのこと褒め合ってっていうのするとね9割だよ自分のコンプレックスを褒められちゃうのみんなおでこ広いのやっていうことがおでこの形綺麗とかちょっとねこれね、うん、これ僕もアンミカさんはもしかしたら気づいてへんかもしれへんねんけど、うん、あの前番組ご一緒させていただいてた時に、うん村瀬君笑った時の笑顔が
いいねっていうふうに言われて、うんうん、でそれに対して自分がいやでも自分ちょっと笑った顔嫌いなんですよって自分の、うんうん、なんかこうクーってこうクシャーってなってすごい嫌やったし、うん、でそれが嫌で前までボトックス注射打って笑いようにするぐらいやっとったよ、そう、でもそれをアンミカさんは笑顔が素敵ねみたいなこと言ってくれたから、うん、なんかそこすっごいほぐれて、うん、ですごいコンプレックスやったとこやのに、うん、そこを褒めてくれたっていうのが、うん、確かにそれすっごい大きい影響になった。でそこからあもう笑ってええわって言って、うん、動画とか YouTube とかでもぐわって笑って、うん、自分の中ではブサイクやなって思うねんけど、みんながそこ褒めてくれるようになってん、うん、確かに、うん、コンプレックス褒められる説あるわ。あるやろ。あるだから自分であの自分を見すぎて思い込んでいるだけで、うん、自分って自分のことを正面からしか見ひんのね。9割がこれ1日正面から自分の顔見ちゃってるんだけど、人様がその人の顔見るとき土正面で見る確率が少ないね、うん、よっぽど土正面で会議をするとかじゃない限りは、人って5秒以上見ると緊張しちゃうから、うん、相手が目伏せたとき違うとこ見たときによう顔見られてんねやんか、うん、そう思ったときの自分の魅力って、自分で正面から見て嫌い花の形って言ってるけど斜めから見たら恐ろしく美しいとか、うん、私それでしょ。もう自分の顔を見るとあれやけど、ストーリーとかで人のやつでこう端っこ姿とかで映ってると、うん、あれ綺麗、わかります。そうよ、綺麗よ様。自分で言うけど、そう、うん、本当そうなのよ。なるほどな。自分で頬骨高いの嫌だって、もう顔小顔になりたいって言うけど、それが恐ろしく綺麗とか、骨の美しさって自分で気づかへんのよ。でも人って骨ってやっぱり綺麗な人っていて、そう、私骨も褒めることがあるんだけど、骨骨骨って褒めれる。褒めれるの。骨密度がいいですねとかじゃない方向性ですよね。ないよ、密度は見られへんからね、私年的にし。だけどモデルさんなんて骨で服着るから。あ、そっか。で骨が弱い、あの自分が骨足りひんっていう人は筋肉をそこからつけて、今度は姿勢とかでみんな耳と肩の位置下げてとかでこう綺麗に見せていったりだとか。でもどっちにしてもコンプレックスたくさん持ってる人はポジティブになる才能があります。人の痛みに寄り添えるし、暗闇を知ってるからこう光のありがたみもわかるし、もうそういう意味でポジティブになる才能があるから、みんな悲しみとか悩みがある人ほど絶対に伸びしろがある。人生幸せを感じやすいはず。このね番組見てるやっぱ視聴者もさ、はい、多分コンプレックス多い人とかも結構多いと思うのよ、うん、なんかそういう人に向けて、そのなんていうの、ポジティブ脳っていうんですか。そう、ポジティブ脳のなんか作り方みたいなコツとかなんかあるんですか。よし、じゃあまず考え方、うん、考え方として、人って1日に3000回から6万回っていう、まあデータを出した方がいて、朝起きて歯磨くか、窓開けるか、二度寝するか、お手洗い行くか、こういうので今4個よね、たった1秒目覚めて、はい、うんうん、この判断を1日生活レベルで人は3000回から6万回もチョイスしてきてね。そんなに。そう、そう思ったら。でも3000回の人と6万回の人の差は何なんだろう。やっぱりのんびりしてたり忙しさに追われてとかさ、何かに集中する仕事が多いとチョイスが、そう、日によっても変わるっていう、うん、そう思ったら、これ考え方をちょっと変えたら、人は1秒後、1分後、1日後、1ヶ月後幸せになるために1日3000回から6万回もチョイスする、選択するチャンスがあるね、はい、常に選択に迫られて生きて、人間っていうのはその選択の責任を持って生きてるわけやから、そう思ったら、どんな暗くっても、あ、1秒後1分後幸せになるために、今からこのチョイス、この考え方に自分のこの針を振ろうってすればできるわけよ。だから人って毎日チャンスに恵まれてる。あと自分の一生がこれから死ぬ日までが自分の一生としたら、朝起きた瞬間毎日今日が初日やろ、うん、その初心で毎回やり直せるっていう考え方を持つだけでも一歩リード、前向き。そっか、まあね、今より自分が若い日はないみたいな、今が一番若いんだみたいな考え方にもちょっと通ずるんかな。そうそう、通ずる通ずる、ね、めっちゃ勇気もらえますね。前日のこととか引きずって朝起きて暗いみたいなのもあるし、あの時もっと言い回ししとったらよかった、あれで嫌われたんちゃうかな、ね、みたいな、ね、でも失敗っていう字はね、愛することを失うって書くんだよ。もう金八先生にもなるやん。そうやで、負けず、もう私は負け知らずって思ったらおごり高ぶって終わりやし、なんか失敗したあの時が恥ずかしいから頑張ろうっていう原動力もなくなって、はい、やっぱ人生傲慢になったら幸せの感じ方もわからなくなるし、ちょっと足りない、いつでも頑張りたい、悔しいって思えるから幸せを感じれる。幸せって多分見つけるもんやん、常にあって、はい、それやっぱり見つけやすい気持ちを持つっていうのは傲慢にならないことやから、私は多少悔しいとか、あの時がこうやったって言うてるぐらいが幸せやと思うんだけど。へえ、でも幸せってなんかこう
次々見舞われるものというか、うんうん、その例えば一つの幸せを受け取ってても結局それ長いことやってたらなんかそれってもう幸せじゃなくなってくるのよね。お風呂入った瞬間すごい気持ちいいけど、うん、それ長いことおったらだんだんのぼせてきてみたいな、うんうん、ってなると今度はその次の幸せを見た時にお風呂から出て扇風機の前で風こうあーって宇宙人あれをやるというのが次の幸せやんか、うん、だから今の過去がどうだったじゃなくて次の幸せなんやろって探すのは確かにいいかもな、うん、そうですね。アーミン次の幸せ何？次の幸せ、うん、家帰って寝る。幸せよねそれ。幸せ、大幸せよ。うん、かわいい。そう、私の次の幸せ、ちょっと潤す喉を。大事大事。でもやっぱ飲み続けたら、うん、あのお腹たっぷんたっぷんなるから、ね、そうそう。なるほどね。なんかちょっとランチで今日食べたものがあら失敗したかしらと思ったのチョイスを。はい、あらって。もうこれから生きてたら一生で何回美味しいものを食べれるかわからないのにと思ったけど、うん、これで次に自分が生き慣れたお店で安心感のある食べ物食べたらまた幸せなんやろうなと思うと、あ、そうですね、なんかねそういうもんやな。そこで幸せ感じるためのワンステップだと思えばいいんですね、うんうんうん、そっか、うん、その下に行けば、ね、上がるしかない。谷があれば次は上がるからな。そうそう、あと笑顔でいることも大事やね。だからアンミカさんの笑顔ってそれなんですか？そう、私ちっちゃい時に自分が笑顔を作ると唇がめくれ上がって歯茎とか歯が真っ黒になっちゃってて、それを子供が周りで笑ったから口の中を怪我した事故の時にね、だから笑うのが怖くて下を向いてたんだけど、うん、自分が笑顔でいたら自分で笑顔で過ごしたかったら自分から笑顔の種をまくっていうことをずっと親に教えてもらって口角を常に上げて、でこの口の角を開けるっていうのが私にとってのリハビリやったの。唇の上がめくり上がっちゃうから、はい、で初めはリハビリで口角を上げてるうちにいつもミカちゃんは姿勢よくて笑顔だねって大人が褒めてくれるようになって、うん、私が笑うから周りもつられて笑うようになって、はい、それを私も見るから笑顔になって、笑顔って巡るやんか。これが笑顔の観覧車やんか。なんかぐるぐる回ってなんかもう彦丸にもなってきた、彦丸さんにもなってきたで、ですね、いろんな要素が、ま、すごい。でもこれこんだけキュってさ、口角上げたらさ、ここにほうれい線できるんちゃうかとかって思ってさ、うん、なんかボトックス打ちたくなんねん。すぐボトックス。ここのほうれい線が嫌でみたいな。あで笑いじわとかもありますよね。そう、笑いじわとか。でも横のシワは良くない？私縦のシワは嫌やけど、あ横は多少あってもいいかしらなんて。そっか、怒った時にやっぱ縦眉間にシワが入るとかね。そうそうそう。でも今はいい、そのボトックスとかね、いろいろ綺麗に長く、綺麗の価値観もいろいろやけど、うん、もう自分の理想通りな顔を作る技術があるから、 それはそれで皆さん別に楽しみながら、うん、私は適度に楽しみながら適度に自分の年輪は刻みたいなと思ってる。そうですね、他にポジティブのを作るその秘訣とかありますか？そうだね、なんか自分を知る、一体自分が何をしてる時がワクワクして心地がいいのか、どんな音楽聴いてどんな匂いで、自分がどんな食べ物美味しいと感じてとか、自分がなんかワクワクしていられる環境を知っておくっていうことがちょっとストレスからの逃げ場所になったり、自分の心がこうキラキラ輝く場所を作れたり、で逆に服が似合うと好き、これ近づけるとセンスがいいってことになるけど、これでこう褒めて褒められコミュニケーションでも自信がつくじゃないとか、あとは喜怒哀楽の怒と哀、このコントロール術、怒りっぽい時、被害者意識で悲しみやすい時、はい、これ人間関係で一番トラブル起こしやすい、怒って言っちゃった一言が相手を言葉の刃で傷つけたとか、怒りのコントロールができなくて被害者意識を生み出してしんどくなったとか、だからなんかこの2つが人間関係においての大きいストレスの失敗要因やから、怒と愛のコントロール術、自分の怒と愛の金線っていう、どのラインで起こりやすい、悲しみやすくなるっていうのを知っておくと、ものすごくこう自分が楽しく周りとも和を持って生きれられると思うな。どうやってでもコントロールするんですか、どとか。これねちょっと難しい話じゃないけど、四季があるやん日本には、でこの中で実は春は人間が肝臓と胆囊が疲れやすくって怒りっぽくなりやすいし、秋口とか冬は、実は肺とか腎臓ホルモンが冷えると人って物事を普通以上に怖がるようになって、守りに入ったり攻撃的になったり悲しみやすくなったりするっていうデータが
この東洋医学の方で出てるの、私漢方養生指導士っていうのをやらせてもらってて、あのとんでもない数のね、なんか資格を持ってらっしゃるんですよ。そうなんですね、21個ほどね、21個ね、えもう少し頑張っていただいたら白の色の種類に迫るぐらい色の方も行こうかな。そう、それでなんかあのこの四季で例えば春は青いものを食べたり酸味のあるものを食べたりして過ごすとかで、夏だと心臓とか小腸をいたわるようにしてちょっと甘みのものを上手にとってとか、こう五行四季代表5つの行く来るの行く、はい、で色に体に表五行四季代表っていうのをネットで調べてもらうとブワーって木と金と水と火と木火土金水って横に書いて下に三苦寒辛寒って酸味と苦味とあの甘みとみたいなんてずらっと出てくるのね。これを縦に読んでいくと春は肝臓と胆のが痛みやすく爪とか筋肉に影響が出て青いものを食べましょう酸味取りましょうってバーって読めるのね。それを1年間通してやってもらった時にどの季節が、あ、今年これやってみたら意外と、例えば春は山菜の苦味といちごや梅干しの酸味取ってみたらこう熱が頭から足に下がって怒りっぽくなくなったわ今年はとか、なんか秋は季節のフルーツを食べると肺が潤って腸が潤ってちょっと咳が静まりやすくなる、アレルギー種ある人もいるけど、だから季節のもんって結構人間の体に合ってたりするとも言うもんね。その通り、結局はね、てか旬のものを食べてその五行四季代表通りちょっと過ごしてみたら、うん、体楽になったわ、性格も穏やかになったわって思ったら、その季節は今までその季節のせいで怒りっぽくなってたとか、内臓の疲れのせいで物思いにふけりやすくなってたって分かるので、遺伝性でもあったりするから、なんとなくやっぱりね、自分の心の中でこうしようとかああしようって考えていくものなんかなって思ったけど、やっぱりその度とか愛とかもそうやけども、感情っていうのは結局体の健康につながってて、そうそう、物理的なこの体なんやろね。そう、やっぱすっごい落ち込んでどうしようもない時にたらふくご飯を食べなさいって言ってる人とかもおったりして、そのお腹がいっぱいになるだけでなんかちょっとその悲しい気持ちっていうのが抑えられたりもするからっていう人もおって、それもいいなっていうふうに思ってるんよね。今ブラスク言ったように内臓の声が感情になっちゃうっていう、肌に出るとかわかるけど実は感情にも出るってことやから、それをちょっとケアしてあげるだけでも実はすごくポジティブになったりするよ。なんか自分のせいじゃないんだ、その内臓の問題なんだって思うと心が軽くなれてる、ね、そうそうそう、だってあの東洋ではさ、あの西洋医学では血と水が、血が溜まると腫瘍になるとかコリになる、はい、水が溜まるとあの冷えにつながったり、はい、いわゆるむくむっていうのは分かるけど、東洋医学では気の巡りってあって、元気の気ね、気が巡るから血も水も巡るって考えるんだけど、気が詰まるとこ うつうつとして期待っていう気が滞って、心がすごくこう落ち込みやすくなったり自分を責めたりするって考えられてて、気が巡る食べ物とかもあるの。へえ、そうそう、気ってあるんやな、あるで。あの気功師ってもう嘘かと思っとったもん。合気道とかさすごいよ なんなん、人吹っ飛んで人吹っ飛んでどういうことって思って、まあ、まだ疑ってる節はあんねんけど一回ちょっと体験してみようかな、って、ね、本当にあるんですよね。アンミカさんできそうやね、もう今の時点でね。一番やってみたいね、やったことがあるから気功そのうちやってると思うで、飛ばされたい朝公園でゆっくりの動きでやってると思うで、アンミカさんの場合飛ばすとかじゃなくてもう宙に浮かすぐらいでいくそうちょっとずつ楽しさ、いやでもアンミカさんでもネガティブになることとかもあると思うんですけど、全然あるよ。どう乗り越えるんですか。人間なんか完璧ちゃうやん、人間だものやん、そんな自分を許すねん、あはってお茶目って私ってやっぱここ弱いよねみたいな。何が最近一番落ち込みました。あの言える範囲でいいです、その言えへんようなことではない全然大丈夫、落ち込んだこと思い出してるね、なんやろ、だから覚えてないぐらいのことなんよね、そうなってくると ね解決してるんです。そうそう、なんかね、自分を必要以上に責めないというか、その時はうわっ、なんか例えばテレビでも毎回求めていただくこととか自分の役割を、あ、100点はできへんかったな今日、80点ぐらいやなと思うけど、まあその20点が私を次頑張らせるから次頑張ろうみたいな。なんか親にうちは教育として絶対失敗なんてないんだと、
そこに発見と学びを毎回見つけていけばそれは学びになるんであって失敗ではないんだっていうふうに教わったから、ずっとそういうふうに考えるようにしてるっていうところもあって、でブレて当たり前で、ブレたり悩んだりしたら私は人生をろくろやと思ってて、なんかこうぶち当たりながら揺れて揺れて自分の器を大きくしてるから、もうこのブレっていうのは自分の範囲内で常に沼に入り込まないように、自分を知るっていう自分を分けてみる作業はよくしてるので、いつも書き出したりして、だからあこっちにそれだと思ったら戻ってきてって中道の部分、自分の真ん中の部分に戻ってくるような作業をしてる。それは朝と夜寝る前と朝起きた時に感謝のお祈りをして家を出るの。どうやってやるんですか？今日は朝無事に起きれました、これだけでありがたいやん、目が覚めたらアンミカでいて一日がスタートする無事に、でなんか今から今日こんな仕事があるから会う人がみんな喜んでくれたら嬉しいな、じゃあ行ってきますって言って行ったら、なんかバス乗り遅れてもちっと思わずに、あまあこういうこともあるか、これも意味があるかもと思えるし、こう起こるハプニングをこう信頼できるようになるのよ。自分もこの間家のね鍵がね、こうちょっとお酒飲んで家でね、ほんでお酒足りひんなと思ってコンビニに行こうと思って、ほんで家飲みタイプね、そう家飲みタイプで、ほんでコンビニに行こうと思って鍵を回したら鍵が入らんくて、よく見たら鍵がポキって真ん中でも折れててなくなってて、うわなんかどうしようって思いながら帰って他のやつとかを探しとったりしてんけど、高い日でよかったな。そうお母さんにその後電話したら、いやそれもしかしたら行っとったらなんか事故に遭ってたりとかしたかもよって、そういう風に考えた方がいいって、鍵がなんかまた直すのお金かかるとかじゃなくて、なんか意味があるかもって思ったら、でそういう考え方を全部プラスにしていけばなんとかなるんよね。そうそう素敵、それが起こる出来事を信頼する、なんでこうなったの、まあ畜生じゃなくって、あきっとこうかもしらんって、起こる出来事を信頼してるとそう思えんねん、まあ冬じゃなくてよかったとかさ、いやネガティブがあるからポジティブに気づけるみたいなところも、あるありますね、まあね、みんなやっぱ世の中いろんな人がおってみんな不安の中生きてるけども、不安があるっていうのはやっぱ挑戦している証やし、そう、ね、一生懸命生きてる証よ、一生懸命生きてる証やし、みんなあれよ、すごい成功した人とかっておるやんか、あの人は成功したって、でもその成功した人に話聞いたらそんなに全然まだまだ成功してへんねんけどって、みんなずっと上を目指してたりとか、なんか不可能を成し遂げた人も成し遂げた瞬間まではずっと不可能やと思ってるからな、そのことを不可能やと思いながらも挑戦してたっていうこともあるから、そうそう、成功者の方って人一倍失敗してはるからね。そう思ったらね。ねえ、そうなんですね。もう失敗しよ。ねえ、その道のりだと思えば良くなりますね。今日あんたあれスマートフォンをさ、充電し忘れたん？充電し忘れた。めっちゃ充電してるやん。失敗やな、それ。今もう収録中にずっと持ち込んで充電器をずっと充電してんねん。まあでもこれで話題になったから良かったですね。そうやな、プラスになったね。ということでね、アンミカさんの そのポジティブな、ね、脳の作り方、はい、今回はね、はい、やっていったんですけども、そしてそんなアンミカさんの最新著書も出版されています、はいはい、レッツドゥアンミカ、アンミカのポジティブ相談室、はい、これはウェブ雑誌のミモレっていう雑誌があって、そこで私がずっと人生相談の連載をさせていただいてて、今もう100話近くまで行ってるんですけれども、その中から人間関係とか、まあ、恋人のとか、あとまあ職場でお仕事のとか、いろんな分野のお悩みをまとめて、そこにちょっと私のチビ写真集も入れさせていただいたり、下村先生、大先生、素晴らしいカメラマンの世界的写真家の方ですね、に撮っていただいて、で桂美先生のオートクチュールで、まあ、素晴らしい本ができました。で、ここにプラスアルファして、やっぱり私今多様性という言語があって、それは今分かりやすく、もちろんたくさん傷ついてきた性別だったり国籍であったりだとか皮膚の色であったりとか、いろんなことがありますけれども、実は人って2人以上いたらもうそれは多様性であって、一人一人の生まれた育った環境も考え方も価値観も違うから、それ自体を理解できなくても尊重して、尊重し合えば、たくさんの人の悩みを聞けば、こう自分の狭い世界以外のたくさんの人の苦しみとか考え方っていうのを知るに至り、それが本当の多様性の一歩なんじゃないか、そこから始めることが結局たくさんの違いを認めていくことになるんじゃないかなと思って、この本を作りました。
知るっていうところからね入っていく、ね、そうやっぱり自分の心地いいコミュニティの人と過ごしてるとそうじゃない方々の悩みとか、うん、人生のこう機微みたいなことを知ることなかなかできないと思うんですね、うん、だから多種多様な環境にある人の人生の悩みそれに対して私が感じていることっていうのをこう見ていただく中で、うん、一人でも多くの人にこう寄り添ったりそう、ねうん、人の悩みを知ったりすることによっては自分はそういう悩みがなかったっていう自分へのポジティブな、うん、あの気持ちが向いたりもすると思うんやけどね、うん、書籍のお名前をもう一度言ってみていただいていいですか、アミさん。はい、レッツドゥアンミカ、アンミカのポジティブ相談室でございま す、はい、ということです。ミュージックビデオのアンミカーニバルも入ってますよね。ハッピーラッキーラブスマイルピースリンビリミーンカスターです、はい、もう覚えちゃいますよ ね、 そうね、一回聞くとめっちゃね、皆さんそれちょっとチェックしてみてください、公式にね、はい、あとこの後第2回目でもこの、うんアンミカのポジティブ相談室にあるような人生相談にもお答えしていただくので、うんはい、そちらもぜひチェックしてください。 B サイドトークはソニーグループ株式会社の協賛でお送りしています。そして番組では皆さんからの感想やメッセージもお待ちしてます。メールアドレスは番組の詳細情報の欄にも載せていますのでぜひお寄せください。ここまでのお相手は私小原ブラスと山崎亜美でした。